皆さんおはようございます。ペンジマンサイです。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は盆、風、素養儀ですね、説明をしていきます。ちょっと工事の音が入りますがお許しください。まず今日の字のポイントとしては、上半分ちょっとだけ超えるぐらいが林で、下半分の盆は半分にちょっとだけ満たないぐらいですね。本当に微妙なところですか。はい、この感じで書いていきます。それではまず上の林半分ぐらいで大体書いていきます。通常の林よりも横幅広く、だいぶやりすぎなぐらい横幅広く書いてもらうといいと思います。まず直線右上がりで、今書いた直線右上がりの横線の4対1ぐらいになるところに縦線を入れていきます。斜めに押さえてまっすぐで、ここの頭の高さが左の木よりも少し低い状態になりますね。本当にちょっとですが、はい。で次、角からでもいいですし、今日のお手本のように少し左にスライドしたところから豪快に斜めに押さえてのの字で、続いて押さえですが、押さえは少し下に下げて右ライン揃えてですね、押さえて、で次の木はスタートはこの右上がりよりも下からスタートして右上がりで、なんだかんだ右の方が高いような感じに見えますね。はい、続いて木の頭はさっき書いた木片よりも少し高い位置、斜めに押さえてまっすぐ降りて、でここも角からのの字払ってもいいですし、今日のお手本のように少し左にスライドしたところからのの字払ってもいいと思います。豪快に。で続いては角からですね、斜めに降りていって最後角度平らに変えるので足の高さがちょっと違いますですかね。続いてこちらふっくら右上がりでいくので、この分を計算してここ下げてくださいね。ここはまあ多少ぶつかっちゃってもいいと思います。ギリギリぶつかるかぶつからないか程度なので、ここ少し下げて斜めに押さえてののしで、ふっくら右上がりで、ちょっと行き過ぎて同じ道を戻るような感じでここ少しツンとさせるといいと思います。尖らせてで、まっすぐよりは少し中央方に向けてふっくらとさせて、丸く方向転換をして足長く伸ばして、上の木よりも少し長くですね、でフックして跳ねてくださいね。で最後点ですかね。点は、こっからこの頭から盆の頭から足の高さまでの中間よりも少し上にしておいてください。でこちらのの字と こちらの足揃えてくださいね。いいでしょうか。それでは書いてみます。林はだいぶ幅広くですね。はい。でお手本よりも少し盆を幅広くぽっちゃり書いておきます。好みで使い分けてくださいね。お手本の方はだいぶスリムですね。足長くフックして跳ねる。で点は中央よりも少し上ぐらい。もう一度いきます。押さえ右上がり斜めに押さえて、もちはい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。